今回の調査で最も住宅地価の上昇率が高かった恩納村前田地区です。閑静な集落街ですが、有名なリゾート地区が近いためか、去年に比べ地価はおよそ3割も上昇しています。県は住宅地や商業地を中心に今年7月1日時点の県内284地点の地価調査の結果を今日公表しました。県によりますと、住宅地では前年の平均 2.7% から上昇幅が拡大し 4.9% の上昇となりました。これで10年連続の上昇となり、都道府県別でも全国で最も高い上昇率となっています。住宅地の価格はなぜ上がり続けているのか、地価の上昇が与える影響について調査に当たった県地価調査分科会の中本代表幹事に聞きました。もともと県民所得っていうのは低いですよね。全国的にもそういった中で先ほど話した低い持ち家比率、アパート住まいが多いっていう中で、聞くアパートで 2LDK とかで7万8万で払ってた人たちが、低金利化の中で、総額が低い、コストが低い木造住宅を購入、結局買えなかった層が購入できるようになって、それが普及していった。住宅地の価格を地価を底上げしている。多くの県民になかなか手が届かなかったマイホームですが、近年安い木造住宅の需要が高まるにつれ地価の上昇が続いています。中本さんはこうした地価の上昇が与える影響にはメリットとデメリットがあると話します。地価が上がることによって固定資産税が上がります。で、取引が活発化することで、その取引による、不動産所得、所得税が入ります。そういった税収のアップがありますと、その市町村 公共サービスであったり福祉公共サービスが向上する。一方、メリットで挙げられた税収増などが県民にとってはデメリットになる場合もあります。地価が上がるとなると、オーナーさんからすれば結局固定資産税、税金が上がるので家賃を上げざるを得ない。そうすると家賃が上がると、じゃあ今度は そこの地元の人たちが払いきれないの家賃水準になってしまうと、他の隣の市町村行ったり、エリアに行ったりというところで、いいことばかりではない地価の上昇、今後の見通しについては、現在の沖縄県の経済の情勢等を考慮した見通しって言いますかね、という点で考えるんでしたら、引き続き上昇傾向は続くのかなとは考えております。今後の物価上昇や利上げ圧力が住宅需要を冷え込ませる可能性もあるものの、上昇傾向は続くとみられる県内の地価。さまざまなものが値上がりする昨今、上昇が続く地価の動向も注視していく必要があります。